はい、ということで今週もやっていきましょう。毎週木曜日更新の木曜スペシャル、クイズゲーマーはこちらのゲーム、ときめきの放課後ね、クイズしようでございます。はい、ということで今回いよいよ最終回かというところでね、早速やっていきましょう。3年生の4月から、そして3年生の3月まで、一体どうなるんでしょうか、気になるところです。はい、メモリーカードをチェックしたのさっさと行きましはい、スタートです。おはよう。今日も一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。4月。さあ、行きましょう。4月からスタートです。音楽、ジャンル、ノルマが4つになりました。行きましょう。一緒に頑張ろうね。はい、頑張ろう。アルペジオは、分散和音やったかな。うん、バンプオブチキンがよく使うやつね。ペンキラーでボーカルを担当したの知らんな。どれかしら。当てるし、しっかり当ててきよるし、ヘビメタもできるとはね。サッカーですね。木梨のりたけはサッカーです。打楽器に含まれないの。チューバ、うん、すごい悩んだ。チューバでした。すごく調子良かったです。でも上がらず。褒めてんのにね、褒められてんのに伸びない子。それが藤崎しおりです。お、ホームルームは席替えです。ねえ、隣の席になれるといいね。家が隣だから別に席は隣じゃなくていいと思うけどな。長ったらしいことを言う。そうだね、慣れるといいね。もう私がくじを引く番みたい。お、あ、ほんとだ。ちゃんと私の隣を引いてね。難しいな、その戦術。その要求は難しいぞ。うん、頑張るよ。よし、俺がくじを引く番だ。どうかしおりの隣になれますように。しおりの隣の席じゃないみたいだ。そりゃそうやろう。そうだね、残念だね、うん、こうして席替えは終わった。え、何やってんやん。何やってんやん。現実って大変ですねっていう話をしたかった。何のイベントやねん。隣にもならんし。さあ行きましょう。藤崎しおりで、お手伝いさせてね。はい、お手伝いしなさい。小沢誠二は、指揮者、スピードスケートの会場。M か、難しかったそれ。K 点、P 点。アグリ鈴木が3位入賞したのは、知らんわ。スポーツ問題むずいな。スポーツ問題で3つ落としとく。難しいよね。ごめんなさい。2度受けると退場。サルサは何系のラテン？サルサ、キューバ。ああ。ラウンドアバウト。え？わかんない。生壊れ物。はい。当てました。無事、藤崎翔に当てさせました。やっぱ伸びないですね。相当早めに答えんと上がらんね、これ以上。5月20日です。もう朝か。起きて学校へ行く支度をしなくちゃな。さて、学校に行くか。おはよう。あ、おはよう。あれ？具合悪そうだね。風？ずっとほっぺた赤らんでるしね。うん、それ風邪かもしれない。あ、うん。ちょっと熱っぽくって。あ、熱っぽいんですか。大丈夫？うん、平気よ。でも、わかるとは思わなかったな。そう？ほんまかいな。そうそう。そうしか言う。優しくしてね。もう優しくせえと。カバンでも持ってやろうか。うん、一緒にいてくれればそれでいいから。ずっと思わせぶりやな。そう。さ、行きましょう。ずっと一緒にいればいいらしいです。
短縮投稿したと。結局しおりの風には誰も気づかなかったみたいだ。ということでございました。さあ行きましょう。6月です。花坂じいさん、畑で泣いている犬の名前、チビ。あーポチー、むずい。空を見なよ。シャランキューか。あーよかった、ハート回復。赤い靴、女の子は誰に連れて行かれた、わかんない。偉人さん、そっちの偉人さんです。一つの花、一つしか種もできないもの。わかるよね。わかんない。ちょっと心配。稲なんや。へえ。YMO のメンバーでないの。鈴木さんやな。すごく調子よくて、ね。オッケーオッケー。なんとか耐えましたが、伸びない。相変わらず伸びないですね。さあ、体育祭。の前のイベント、俺はバルマキクイズに参加するんだったな。おはよう。ああ、勝利、おはよう。今日は体育祭ね。体調はどうなの？急に腹痛が。ずいぶん弱ったね。うー、頑張るよ。腹痛とて構わんないね、うん、腹痛とて参加させられるわけね。さあバラ巻きいきましょう。連打です。連打圧倒的に早いんだよね。完全な勝利なんですけど、ここに関しては。さあ一個取った。さあクイズです。クイズ来るか。まずそもそもクイズが来るか。来た。花。わかんない。ラッセン。なあ、アンディ・ウォーホール。アンディ・ウォーホールってあの、なんかあの、あれを書いたやつでしょ？あの、なんか、トマトスープの缶かなんか知らんやつ。情報が曖昧。トマトスープの缶かなんか書いた人だよ。コーンスープか。コーンスープの缶詰の絵を描いてる人ですよ。スカかよー。もうええわ。もう3周目はええわ。体育祭勝てへんな、基本的に。前回も4位やったしな。さあ、ダッシュして急いでおります。いや、もうええわ。もう走る気ない。試合放棄です。さすがにもう試合放棄。連打もやる気起こらんし、それ。はい、4位でした。7月。そっか、学期末か。学期末きついな、ライフ2で。いや、頑張ろうとは思うけど。わかんない。あ、これわかんだね。しっかりね。すげえな。議員の3分の2。うん、すごい。その調子よ。総議員ですね。うん、いや、それは知らんで。美術部頑張れ。これさすが美術部、素晴らしいな。九太郎のピーコが、あ、OK、OK、いちじく、完結か、あ、完全かでした。99、はい、読むの難しい。なんや、館で何すんねん、わかんない。ゲームは無理か。あ、ゲームは無理でした。トラップを設置するゲームだそうです。残念やな。アメリカで優れた SF 小説、ヒューゴ賞。あとは？ん？ゴールドだが。違うと。アムブレナ。難しいですね。アムブレナなんや。
農協の略称が JA ですな。太陽系最大の惑星木星やったか。ああスワンは何を題材にした漫画わかんない。バレーかな。野球を押す野球を押す。マルチタスクか。ちょっともうすぐは計算できんから頼む。はい、すごいな、頭がいい。葬儀の3分の2。山手線。すごい、その調子よ。OK、ハート回復ありがたい。ヘビー、何やったっけ。表紙、うん、OK。なんとかいけました。なんとかいけた。笛の音じゃないんですよね。どっかで一回間違えたわ。その問題が出てよかった。やっとちょっと上がった。やっと藤崎詩織ちょっと上がった。まだでも完走までいかないですね。なかなか完走の難しさがありますが。詩織とデートです。おい、詩織。もっと早く来てくれればよかったのに。って言われちゃいました。え、遅れた？ううん、そうじゃないの。ほら、あの人。ああ、しおりがさっき話してた。知り合い？うん、芸能プロダクションとか言ってた。スカウトか。ナンパされたんかと思ってた。芸能プロダクション？アイドルにならないかって。おお、なったらいいじゃないか。しおりがアイドルに？ああ、ひどい。なんで笑うのよ。ごめんごめん。え、冗談じゃないの？なんか本気みたいだったけど。でもしおりがその気になればいい線行くかもよ。やだ、冗談よしてよ。冗談はよしこちゃん。その時は俺ファンクラブ会員第一号ね。いい加減にしないと怒るわよ。怒るみたいです。ファンなんて言わないでよ。え？私はあなたの。俺の？仲のいい。まあそりゃそうだ。え、何？内緒。さ、行きましょう。もう告白する気満々になってきてるやん、向こうね。匂わせすぎになってきてるやん。俺はしおりと楽しい一日を過ごした。今日はとても楽しかったわ。また今度誘ってくれる？ああ、いいよ。また今度連絡するよ。それじゃあ、一緒に帰りましょう。よし、帰ろう。ということで、ご帰宅です。B 評価か。スポーツ、漫画、文学、ゲームが C ですもんね。成果率が上がらない。8月。さあ、8月です。あ、そっか、8月、クラブか。クラブ問題です。いけるでしょうか。ディフェンスの選手がオフェンスの選手からボールをかスチール OK。 どのチームの黄金時代知らんな。レイカーズを当てた。その調子よ。運がいい。センターサークル3メートルぐらいちゃう。 1.8。 カール・マローンのニックネーム何や。パンダマン、メイルマン。メイルってなんやねん。ウィンドミルスラムダンク。あ、オッケーオッケー。いやーきついな。2問も間違えたで。さあもちろん伸びずにバスケ部の後輩が伸びました。誕生日。あ、伊集院の誕生日。伊集院のパーティー呼ばれたか。これもランダムやな、ほんと。発生が毎回ランダムやわ。結構です。どうぞお入りください。さあ、入れられました。皆さん、今日は僕の誕生パーティーにようこそ。この記念すべき良き日を祝い、今日は存分に楽しんでいってください。毎年コメントが一緒。
コメントの一辺倒でさ、なんかこの前も同じこと言ってて、ほらほら俺と同じ気持ちでさ。いちいちうるさい男だな。伊集院、突然背後からじゃ背中から声をかけんなよ。人を幽霊か何かのように言わないでくれたまえ。幽霊より立ちが悪いと思うぞ。まあそういう話の似合う季節ではあるがね。とりあえず許しておいてやろう。許さなくてもいいって。せっかくのパーティーだ。楽しんで行ってくれたまえ。ああ疲れた。あらしおりちゃん。ドレスだね。あ、しおりも来てたのか。だってあなたも来ると思ってた。ああそうですか。そういえば夏休みもあと1週間くらいね。そうだね。さっきなんて言ったんだろう。俺はしばらくしおりと話し込んだ。名残惜しい感を出してくんね。さあ続いては、あら、招待されてたんですか。三木原さん、なんでそのこうな振り返り感を出す。なちょっと背中を向けてる。わかんないけど、あ、三木原さんも来てたのか。そう俺はしばらく三木原さんと話し込んだ。あの、すいません、私そろそろ。ああそうだね、それじゃあまた。はい、それじゃあ。さあ三木原さん行っちゃって。おお、妹来た。招待されてたんですね。後輩が来ましたね。ああ、ゆみちゃんも来てたのか。そうですか。そう。ゆみちゃんと話し込んだ。ゆみ、お友達と来てるからもう行かなくちゃ。ごめんなさい。あ、そうか。こういう衣装です。なんかドレスっぽくもあるけどドレスっぽくもないねっていう。よくわかんないファッションです。いいよ、気にしないで。じゃあまた。ということで3名に会いました。さあ行きましょう。9月です。チェスプレート、チェスメン、アゼルパンツァードラゴン、ビーナスのカバーをして大ヒットした。ピーチラマか、バナナラマ、むず。一般的に最も場所を取るのは、グランドピアノか。ジャネット・ジャクソンは誰の妹？マイケル・ジャクソン。OK。あ、まだあるか。まだノルマある。スワローテイルに呵責としてな、チャラ。OK。チャラのね、スワローテイルバタフライって今 CM でたまにかかってますよね。あれ、イェンタンバンドというね、バンドのそのボーカルとして出てきたのがチャラです。さあ、9月29日、月曜日。お、なんかもうすでに告白されるんじゃないかっていうドキドキ感がある。何？あ、ちゃうんかい。ちゃうんかい。ゲームとかのことは詳しくないみたいだ。もう休み時間終わりなの？早いな。もう少しお話ししたかったのに。そうだね、でもしょうがないよ。そんな合間を縫っての会話でした。お手伝いさせてね。さあ行きましょう。テノールで有名なのは誰や、わからん。これは、ね、見ててくれ。パバロッティでした。なんや、わからん。ハエ男でした。ごめんなさい。森高千里、そんな歌歌ってんねや。なんや、わからん。ワグナー、バッハかよ。むずいなお手伝いさせてね。最高。10月、なんだ、 BGM？ OK。 ダンスユニット、ディープパープルか。あ、ちゃう、ディープフォレスト。
誰だ、わかんない。うん、しおりちゃんもちょっとこうなんすか、漫画アニメに傾くともうわかんないね。うん、しおりちゃんがわかる問題がだいたいわかってくるようになってきた。うん、そんな中ですがコンティニューです。お手伝いさせてね。よし、いろ。なんだ、サッチも OK。グランドピアノね。パバロッティ OK。 素晴らしい速さ、ハート回復しました。千人デザイドを務めたのはわかんねえ誰よ。おお、そうなんや、芦田純でした。調子よかったね、本当にね。お、これでマックスいきました、ようやく。ようやくカンストした。10月にして、さあ誕生日来るか、その前に来そう。まあまあまあ、文化祭はまああるでしょ。文化祭の次よ、誕生日どっちかのイベント来いよと、そろそろ来いよという話ですが、電脳クイズでいきましょう。右に曲がってまっすぐ左、まっすぐ右、巻いて右手、巻いて左手、巻いて左手、巻いて右手、巻いて左手、巻いて左手、巻いて右手、巻いて、ん？こうなってるから右だ。右手、前行って、左。はい、これでいけるはず。しっかり考えたから、これでいけるはずです。はい、まっすぐ行って、右行って、まっすぐ行って、左。まっすぐ、左、まっすぐ、右、なんかここをなんか微妙な動きするっていうね。うん、そして左行って、まっすぐ行きます。はい、左、まっすぐ、はい、右、まっすぐ。さあ、ここで右、まっすぐ。そして左です。まっすぐ行きましょう。OK、ゴール。大成功です。これだけ唯一いけるわ。これだけ唯一ゴールに導けるわ。文化祭でできる唯一のことですわ、これ。そしてイベントですね。さて、次はどこに行こうかな。いいところだったわ。お、なんだ？いいところって？実は今、お客さんを集めてるのよ。お、お客集め中。あ、もしかして呼び込み？なんか急に忙しい気がしてきた。そんなこと言わないで協力してよ。よし、協力してやろうっつって。ありがとう、助かるわ。いいよ、どうせ暇なんだし。忙しいんじゃなかったの？やっぱり行くのよ、そうかな。あ、ダメよ、見に来てくれるって言ったじゃない。そうだっけ？逃げはしないよ。行きましょう。案内してあげる。連れてかれます。別に案内されなくても行けるけどな。いいの。こうして文化祭は終了した。無理やり呼び込みをさせられて文化祭が終了というところですね。誕生日は何もイベントなしと。誕生日、10月やめといた方がよかったかもしれないね。10月のせいでかもしれない。文化祭に全部引っ張られるのよね。せめてどっちかの誕生日イベントがあってもよかったと思うんだけど。セーブした。そう、みんな笑顔になりましたね。ついに鏡さんも笑顔になりました。そんな中、11月でございます。藤崎しおりはもうカンストしました。もうこれ以上は上がらないという状況です。
タイヤヒラメか。ヘロン、何の CF？ あれは何やろ。ラガービールか。もう下着の名前でないの。え、知らない。できるかな。ごめんね。あ、下着問題 NG ですね。はい。SF スペースコミック、スペースオペラ、タヒチ、どこの国が統括している、わかんない。フランス、フランス。ジャネット・ジャクソンは誰の妹、マイケル・ジャクソンね。お疲れ様、頑張って。いや、ライフ1で首の皮1枚つながってはいるけど、誰もパラメーター上がらず誰もパラメーター動かずです。11月21日、さあ急いで家に帰ります。お、どうした。家もお隣同士だし、ああ一緒に帰ろうと。わかりました、じゃあ一緒に帰りますか。それじゃあ帰りましょう。はい、楽しく下校しました。え、だけだけなんや。何の話をしたとかもないんや何の話をしたかぐらいは言うといてほしかったけどね。さあじゃあ行きましょう。ライフ1での学期末です。ここ多分一番きついんじゃないかな。一問も間違えられないという状況ですから、ね、行きましょう。天地を喰らう2は中国。 OK、 早い、早めに答えたからライフ回復しました。なんだろう、なんだろう、これは分かんない。さすがに60年代に生まれてないもんね。20歳に、あ、そっか、非選挙権か。非選挙権やん。あ、やっぱ下がんのね。ち、オッケー。ココシャネル？おお、当てた。ありがたい。ライフ回復。ん？いや知らんて、そんなそれは知らんて。お、当てるんや、山形なんや、よかったね。内閣？国会か。シーザリアンセクション。え、なんやねんそれ。難しいな。帝王切開、それはわからんわ。むずすぎる。最後、ラブレター、豊川悦司と中山美穂ぐらい？ OK。ん？誰だ？自分の馬。違う。むずいな。お、スーパー神尾鑑定。つくば。岐阜か。岐阜かよ。なんかつくば市とかありそうじゃん。最後、ダッフルか。ダッフルです。ん？スパイラル、オッケー。ライフ回復。酸が生成されてる？わかんねえよ、それは。ん？ゲリー・クーパー。違う、カイル・クーパーでした。むずい。ずっとむずい。ずっとむずいっす。さっきからずっとむずいっす。期待させてね。スリッポン型の靴。ミュール。ローファー。ローファーかよー。もう。即死ですわ。鮭を描いたの。大寒、違う。わあ、もうライフ1はきついわ。マジで、ライフ1の期末はきつい。クラッカー。よし。なんだ、六角。おお、当てた。さあ、ハート回復。
ニコ図書部や。よし。いいぞ。クールボーダーズ。スケボーかスノーボードやね。スノーボード。オッケー。鳥たちの集まる木。わからないよね。リンゴの木。いやー、そらむずいわ。ん？なんや。ヒイラギ。ヤドリギ。惜しいな。あと3問答えればいいだけでしたけど。むずすぎるわ。本家鳥か。よし、本家鳥。あ、ライフ上がらん。え？晴れたらいいね。オーケー。ライフ回復です。ベーカーストリート。シャーロック・ホームズね。よし。いいぞ、調子いいぞ。生きてる化石。え？青柳。青オウムガイ。オウムガイでよかった。二個東照宮で、初代チャンピオン。高木さん、違う。ラルフ・シューマッハ。ミハイルでもなかった。むずい。メンデル。オッケー。スリッポンが、これがローファー。オッケー。ハート回復。ぷよぷよは、アルルが主人公です。イチローは、右投げ右打ち、ね、右投げ左打ち。花崗岩はなんだ、白。オッケー。トロピカルフルーツ、キウイ。オッケー。さあ残り2問。タヌキントリオ。え、タヌキントリオか。タヌキン、うん、タヌキンで合ってる。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ライフ回復あと1問。え、ヴィンテージ、ヴィンテージ、オッケー。よし。それ何回もやればいつかはいけるでしょうけど。よかった、いけました。ようやくです。いやー、よかった、よかった。ちょっとみんなちょっとずつ微増ですね。3名ほど微増しました。さあ、これでクリスマスパーティー呼ばれるのかな？違うと12月4日です。さあ、急いで家に帰ろうとしてるところに、やってきたしおりちゃんが、たまには一緒に帰ろうと言ったと。まあ今年はもう伊集院のその誕生日行ったからね、クリスマスパーティーはもう行かなくていいでしょうという、そういうイベントの流れでしょうか。そしてですよ、こっからですよ。こういうイベントは前回なかったでしょ、一緒に帰った時。今度日曜日の約束。あ、しおりとデートだったんですね。忘れません。はい、もちろんデートもしましたということでございました。 B 評価ですね。さあ1月です。なんとかここを乗り切った。しかもライフ全回復まで持ってきたという状況でございます。そっか、今度あれがあるんか。何だっけ、全国大会。全国大会も優勝しなあかんねんな、バスケ部のな。大変やな、忙しいな。1月は1月で忙しいわ。一緒に頑張ろうね。はい、頑張りましょう。小さいステップの踊り。え、メネットじゃないでしょ。メネットなんや。ジョン・レノンの射殺です。だからのヒットで、宮沢りえじゃない。ファーストアルバムわかんないし、それお爆風スランプ問題いけんねや。ブドウの品種ですな。さあハート回復。デザイア、デザイアは中森明菜ですわ。オッケー。うん、いい成績でした。うん、でも天皇部のあの人しか上がらなかったね。1月1日のイベントです。日の出のイベントが。さあ誰を連れてくるかですね。日の出のイベントに誰を連れてくるか、吉尾のキャスティング能力が問われます。
さあどうなるでしょうか。気になるところですね。さあまずは吉尾の登場。明けましておめでとうさん。はい、明けましておめでとうございます。お、片桐さんを呼んできたと。まあ、しおりちゃんは来るよね。うん。そして、あ、明けましておめでとう。あら、片桐さん来ましたね。明けましておめでとう、片桐さん。そろそろだぜ。わー、素敵ね。本当綺麗だね。また今年一年よろしくね。こっちこそよろしく。そうだな、しおりもいいでしょ。うん、もちろん。さあ初詣行きます。片桐さんの登場は一瞬だけでした。さあ行きましょう、全国大会。パーフェクト正解で優勝です。行きましょう。バスケットプレイヤーケージャー。おー、当てた。ケージャーって言うんや。速攻ファストブレイク、オッケー。さああと1問。ファストブレイクじゃない、ハッキングでした。そうですか。惜しくも負けました。あと1問でしたね。惜しかった。ロードしましょう。さあ再び1月です。今度はどこのイベントに呼ばれるんでしょうか。それも気になりますが、さっくはまずはクイズ、うん、勝手に仕上がれでいいんかな。 OK。 なんだ、バイアスカット。 OK。 リンゴスターはドラムですね。3択になりました。これは大黒摩季。さあ無事当てました。これはノーミスで当てたところ。吉尾だけちょっと上がる。上がる人ランダムかね。さあまた吉尾のキャスティング能力が問われます。さすがにもう片桐さんじゃなくていいよというところでございますね。さあどんなキャスティングをしてくるんでしょうか、気になりますが、まずは吉尾の登場。しおりは来ましたね。ちょっと読み飛ばしちゃったので誰かわかんないですけど、次は。そして、あ、三木原さんです。おめでとうございます。あの、あって言われましたね。うん、そんな三木原さんもいました。そろそろだぜ。さあ日の出です。素敵ね。うん、素敵ね。ほんと綺麗だね。また今年一年よろしくね。うん、ちょっと前見たね、この景色を。そして初詣行くんでしょう。はい、行きましょう。ということでのバスケットボール大会です。行きましょう。3問連続正解を目指して。試合開始。ホールディング OK。 さあ2問目、ドアマットチーム。最下位をさまようか。これも一回答えた記憶はある。父親譲りの癖、舌を出す。おお、当てた。よし、優勝。2回目の挑戦にして全国大会優勝です。優勝したぞ、俺のダンクシュートを見たかっつって言ってますね。さあ無事優勝しての2月でございます。セーブしておきましょう。大学受験もありますのでね。さあ4問のクイズに答えましょう。お手伝いさせてね。ラスト4問です。クラシックの名曲知らんな。ケーキ場でした。ケーキ兵でしたね。横笛フルートねー。ベートーベンな。
わかんないな。楽器制作、作曲者、射殺、これもしんちゃんの妹がひまわり。 OK、 ラスト4問を終えて、そして大学受験へ向かいましょう。誰も上がらず。あ、イベントもあるんだ。2月20日、お小テストがあると。しおりにも教えてあげようと。何？次小テストだって聞いてた？どうもそうみたい。ありがとう。それじゃあ少し準備しなくちゃ。そうだね、小テストの準備です。さあ進路ですね。あ、バスケで海外留学を目指すのもあんの。すげえな。これでエンディング変わったりするんかな。いやーちょっとでも、いや企業の入社試験、いや、とりあえず大学行きましょう。大学、一流大学行きましょうよ。頑張りましょう。一流大学の試験です。急いで行きます。構成。わかんない。とりあえず、はい。パチンコゲーム。パチンコファンタジアぐらい？坊主めくり。わかんないわ。WWWA ぐらい。不要不急少年。モネかな？明日天気になる。太陽がショットのビーズも取る。チャーシュー麺や。4。はい。なんや、わからん。とりあえず、0。はい。国務大臣。閣僚、唯一の立法機関、ペットブリーダーか。これでいけるはず。さあ試験は終わりました。成績はどうかというところですね。合格できるかわからない。あ、そうですか。割と間違ってた可能性がある。さあ総合評価は B でした。さあいよいよ卒業です。どうなるか、この結果でどうなるかですよね。まあ告白はされるでしょうかというところですが、大学入試受かるかどうかというところです。入学直後から意外と成績が良くて、卒業する今では試験でも平均点より少し上はキープできる。今日で卒業かと思うと少し寂しい。あ、大学落ちました。大学落ちました。あら、そうですか。そんなことあんねんな。大学落ちても、そして一流大学落ちたやつに告白するかな。もう別れなのかな。お、伝説の木の下で待っていますと。ここはちゃんと呼ばれるんだけど、呼ばれたはいいけどね。大学落ちてんだよね。滑り止めでなんとか言ってるけど。あー、やっぱ藤崎翔里いました。ということでエンドロールでございます。今日だけ。
さあ、ここからです。どんなイベントがあるんでしょうか。最後もうすぐクリスマスね。そうだね。ちゃんと予定開けておいてね。うん、わかってるよ。子供の頃から数えたら何回くらい一緒にクリスマスをお祝いしたかな。どのくらいだろう。ちょっと覚えてないな。腐れ縁って言葉がぴったりかな。あ、それはひどいな。嘘嘘、そんなこと思ってないわよ。まさか腐れ縁っていう言葉を聞くとは。そうね、ちょっとだけ思ったこともあったかな。ちすねないの。はいはい、しょうがないじゃない。ずっと一緒でそれが当たり前だったんだもん。そりゃそうだけどさ、気ぃつくな。いいじゃない、腐れ縁だってなんだって。今は違うでしょ。そうそうだね。何慌ててるのよ。いいじゃないか、そういうところは変わらないのね。そのおかげで高校生の頃、私がどんなに苦労したか知らないでしょう。まあまあね。ひどいな、告白したのだって結局私からだったし。それはきらめき高校の伝説が。いや、言い訳なんて聞いてあげない。ずっと愚痴ってあげるから覚悟してね。うふ。そうだしおり、クリスマスプレゼントは何がいい。あ、物で釣る気ね。そうじゃないよ、バレたか。うん、釣られてあげようかな。そうね。どうしたの、黙り込んじゃって。指輪欲しいな。え、左手の薬指にはめるの。それって嘘よ嘘、冗談、何でもいいわ。私の喜ぶものくらいわかるでしょ。指輪か。あら、ライティングされて、うわーっつって綺麗ね。そうだね、この主人公のそうだね率の高さよ、ほんと。寒い。あら、ちょっと寄り添ってきた。しおり。うん。もう、ジエンって。結局、一流大学合格しててもしなくてもっていうとこですよね。うん。多分同じエンドだったんでしょう。ということで、終わりかな？あ、アルバム。何見てるの？あ、高校の時のアルバムじゃない。見てみましょう、じゃあ。最初の頃ですね。ここはまだ何も喋らなかったっけ。そっかそっか。ページ、次のページ行ったら喋るやつか。はい。1年目の5月。そして6月。6月にてもうすでに外で出会ってますね。そして7月。ごまかしてもダメよ。何をごまかしたんでしょう、私は。何をごまかしたんでしょうね。8月は伊集院の誕生日イベントでしたね。1年目からそれ伊集院イベントでだったんだ。あ、そしてこのファッションが結構好きっていうお話ね。9月。さらに10月。10月は一緒に帰ったんかな、おそらく。そして11月。また教室でのお話。もう、ちゃんと聞いてる？ちゃんと聞いてる。何を言われたんでしょう。全然聞いてません。12月24日、クリスマスの伊集院イベントですね。さあ、さらに1月は、初日の出イベントです。
そして2月、これも多分一緒に帰ろうイベントかな。そして3月、なんかちょっとセンチメンタルになってたやつですね。本当はね、本当はね、何なんでしょうちょっとずつ話すな。あ、弁当忘れた、幼馴染あるあるイベントね。そして5月、一緒に帰ったんかな、これも多分。6月、この高校の夏服の感じいいな、夏服の色合いが好き。同じ写真、同じアングル、同じ背景の今度お弁当作ってあげようか。あ、幼馴染あるあるついでにね、お弁当作ってくれるみたいです。これは何やったかな、これのイベントは何やったかな、なんかたまたま夏休みで外で出会ったってやつかな。そして修学旅行イベント、女子部屋でワイワイしました。10月はこれ何のイベント、あ、文化祭イベントね、文化祭関連イベントがあって、そして外でデートしたかなんかのイベント。あ、いいじゃない。うん、この辺りぐらいから頬をあからめ出してるもんね。うん、だいぶ好感度が上がってる時期です。そしてまたクリスマスイベントですね。2年連続呼ばれました。俺はカレーを作るから買い物付き合ってっていう話ですね、のイベント。さらに2月、これも一緒に帰ろうイベントかな。そして4月、そうだったね。何を言うたんでしょう。うん、そうだったね、言われたけど。さらにまた外で出会ったイベントがあっての、あ、あれちょっと熱っぽかった日か。うん、のイベントがあって、教室でのイベント。さらに、デートのイベントですね。あ、そして誕生日パーティー。イベント、あ、知ってる、あの時ね、あの時ねって言われましたが、ページをめくるしかない。昨月教室でのイベントがあって、10月は文化祭イベント、無理やり駆り出されました。そして一緒に帰ろうイベントが1個あって、もう1個ありました。同じ画伯ですね。私は覚えてる。私は覚えていないあ、初日の出イベント。2月は何もないのね。あったっけ、あ、教室で小テストを教えたイベントがあったね。ねえ、ちゃんと覚えてくれてる？ということでございました。今度はもっと小さい頃のアルバム見ない？小さい頃のアルバムを見ましょうかというところで終わりましたね。はい、ということで、今回の結果をセーブしておきましょう。これでセーブして、あ、終わりですね。これで終わりということでございました。さあ、ちょっとまあ今回これで終わりですが、まあ、今回これで最終回ですが、ちょっと番外編としてね、これを他の職業、まあ一般企業に就職、もしくはバスケで海外留学ってなるとどうなるかっていうところもちょっと気になるんで、それはちょっと番外編として投稿したいと思いますので、それもちょっとお楽しみにしていただければなと思います。そして来週木曜日からは新シリーズということで、また新しいクイズゲームを1本選んでやりたいと思いますので、それは次回もお楽しみくださいということで、今回はここまでしたいと思います。また番外編でお会いいたしましょう。ゲームインザボックス。ご視聴ありがとうございました。